ちょ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの朝ごはんパン、はい、パン、ちょっと焼いていきます。卵サンドするわ。よいしょ。卵を崩していって、マヨ、マヨ、マヨもうちょい多い方がいいな。持っていかれるんやな、パンに味を。で、イタリアンハーブ。で混ぜていきます。これなんかこれも出が悪いね。最近のどこき使いすぎかな。軽く焼いたパンをポーチにします。ここにね、プスッと入れて、危ない危ない危ない、落とすところだ。はい、ポーチの完成。ポーチにするとね、食べやすいんでね。最近ね、あんまやってないけどね、結構昔はね、去年とかはめっちゃポーチしたんだけどね。はい、ポーチの卵サンドです。またね、最近ちょっとね、新しい視聴者さんが増えてきたから、ポーチと卵のポーチはそのポーチじゃないよっていう人が出てくるかな。ネーミングっていうのはね、自分が思った好きな名前でいいんです、はい、よいしょ。もったいないからこれはね、吸い取って、はい、どこ、完璧。はい、できました。食べましょう。いただきます。お、意味しか食べられへんだ。おいしい。最初にポーチの切り口のところで食べるとバッチリ具が入ってきます。
美味しいね。やっぱ卵サンドはいいね。基本卵サンドが好き、ね、何で見るや。ハーブとね、ペッパー入れるとやっぱ美味しいね。まあ素朴な卵サンドじゃなくなるから、またあっちゃんの好きな基本の卵サンドじゃないねんけど、これは好き。2分焼いたからふにゃっとさしてんねんけど、もっとねカリッと焼いても美味しいねんけどね、その日の気分で。奈良のローカル放送にとって、ね、トリュフが卵に合うかな。トリュフの香りすごい。何でも合うわ。でもゆで卵をトリュフソルトで食べたら美味しいからね。一気にね高級感増すよね。トリュフは好き嫌いあるからね。何でもおつめで難しいけど。ここ斜めが冷めへんねんけどね。いや、ゆで卵も美味しいわ。ごめんね、ちょっと目が覚めてないね、あんまり。ね、アレクサ、明日は何の日？1964年9月17日に日本初の旅客用の東京モノレールが浜松町駅から羽田空港間で開業しました。この年に開催された東京オリンピックに海外から訪れる外国人にとって路線全長 13.1km を15分で結ぶ東京モノレールは重要な交通手段となりました。東京モノレールってオリンピックのためにできてんね。それができた日だし、じゃあ2年後のオリンピックには何ができんやろうね。
オリンピックとかね、万博とかそういうのがあるといろんなマーケが発展するんだけどね、その分そっちに予算が行くと田舎の発展は遅れるというね、うん、そんなの繰り返して、あっちゃんが住んでる町は取り残されたガラパゴス町みたいな感じなんだよね。まあそれはそれでね、まあ住みやすいかどうかは別として癒されるいい町なんで、うん、まあね、そういう田舎に触れる意味も込めて、よかったら宇田にも来てください。はい、ということでね、宇田観光大使あっちゃんからのお願いでした。はい、ということで、今日はね、9月の16日日曜日朝、9時、そろそろね、鬼太郎が始まるんで、鬼太郎を見ようか、鬼太郎を録画して仮面ライダーを見ようか、うん、悩んでるところ。一応鬼太郎だね、 B をタイマーしてやんねん、うん、なんと鬼太郎を見るか、うん、どうか仮面ライダーを見るか、どうしましょうかっていうところです。はい、っていうあっちゃんを、今の仮面ライダーちょっとね、もう笑けるぐらい、うん、紙にカタカ、顔のところにカタカナでライダーって書いてあるからね、笑けるけどね、うん、っていうところでね、そろそろゆっくりテレビも見ましょう。はい、ということで、始まった、今日のあっちゃんの朝ごはんタイム、卵サンド、イタリアンハーブを使った卵サンド、ね、美味しかったよ、うん、ね、まあ、最近ねやってなかったけど、ポーチド卵サンド、ね、よかったよと思ってくれたら高評価をで、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。今日も一日日でありますように。この動画上がるのはね、月曜日、17日、何の日かな、秋分の日かな、ね、なんかそんなんなんで、またね、休日3連休最終日、どうも天気が悪いようやけどもね、うん、ゆっくり休むんで、また、秋の行楽に出たりとか、いろんなこともねあると思うねんけどもね、怪我のないように楽しんでください。で、運動会、そろそろ運動会シーズンで、いろんなところで運動会始まってるけどね、まだ運動会来てないよっていう人は頑張ってね、いい思い出を作ってください。で、これも終わったよっていう人はゆっくり休んで、体休めて秋、食欲の秋、美味しいもの食べてください。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。